はい、こんにちは、まえちゃんのまえはるです。はい、今日はこちらですね。うん。スターウォーズブラックシリーズポー・ダメロンのヘルメットとダース・ベイダーのライトセーバーです。ということでですね、2年前のブラックシリーズはこのカイロレンのヘルメット、うん、去年のブラックシリーズはこちらのストームトルーパーのヘルメットでした、うん、で今年はですね、ポー・ダメロンのヘルメットが結構前に出てたので、うん、これはね、かなり前に買ってました。はい、はい、で今回ようやく開けたいなと思います、うん、そしてダース・ベイダーのこのブラックシリーズのライトセーバー、これ超クオリティ高いですね。こちらも購入してみましたので、今回はこの2つ両方とも開けてみましょう。はい、こちらがポー・ダメロンのヘルメットですね、うん、これ被ってたね、確かにね、うん、確かにすごいね、かっこいい感じだね、素晴らしい。後ろ側もちゃんとこういうね、傷っぽくダメージ加工をしてるんですね。あ、すごい ねで、こちら側がカバーになってて、中に炭酸電池3本入れますね、うん、はい、で、これがボタンになってます、うん、あ、押せる押せる、うん、中なんだけど、うん、このね、イヤーパッドが入ってます。お、頭の小さい人には、うん、まあ、エシンクみたいな小さい人はこれつけたまま、うん、で、パパみたいな大きい人はこれ外して、お、なるほど、うん、かぶればいいって、うん、じゃあ、エイシン君、かぶってみてください。はい、うん、おしょ、あ、いい感じ、入った入った、いい感じだよ、うん、ちょっと電源を入れてみるね、うん、はい、ボタンかな、あ、ボタン押して、X ウィングの音になって、これ中にさ、うん、スピーカー入ってる、入ってるでしょ、うん、結構聞こえる、お、あ、すごいすごいすごい、ビビートの声聞こえた、うん、すごい、これずっと動いてる感じになってる、あー、あ、じゃあ X ウィングに乗ってる風になるんだね、うん、いいじゃん、それしかもパパもかぶりたい、しかもビビートと話してるよね、うん、もう一回とか押してみてくれる、おお、あ、戦闘中になってる、すごいすごい、あ、治った、ダメージ、あ、治った治った、 あ、すごい、あ、いい感じいい感じ、うん、あ、いいね、すごい、結構音すごいの、うん、中の方がよく聞こえる、うん、インナーパッドはあれだね、うん、マジックテープで、なるほど、こんな風に簡単に取り外せるね、うん、この内側にスピーカーがあるんだ、うん、それで、あ、こんな感じだ、うん、で、こうバイザーも上下するんだね、うん、で、ボタンを押す、おお、すごい、すごいでしょ、すごい、飛んでる飛んでる、めっちゃ音すごい、うん、確かに X ウィング乗ってるみたいな感じになる、うん、すごい、これはいいわ、うん、びっくりした、ちょっと今回でもボイスチェンジャーの機能はない感じだね、そうだね、うん、でも、あの、こういったヘルメットの遊び方いいね、そうだね、うん、すごいね、うん、もう一回押してみるよ、うん、結構音いいんだよ ねでこれヘルメットかぶってるとこもるからさ、うん、本当に X ウィングの中いるみたいな感じ、確かに、うん、いいよね。続いてダース・ベイダーのライトセーバー開けてみましょう、はい、ほい、はい、はい、はい、これがブラックシリーズのクオリティだね、うん、すごいピッカピカ、かっちょいい、リアル、うん、すごいね、ここをこうやって回すと電池入れみたいなのが出てくるらしい、あ、これだね、出てきた、あ、この中に電池を入れないといけないんだ、なるほど、はい、じゃあ炭酸電池3本入れました、はい、起動してみるね、うん、おお、すごい、はい、こちらがブラックシリーズのライトセーバーで、こちらがアルティメットエフェクスライトセーバーね、うん、で、柄の長さはほぼほぼ一緒だね、そうだね、で、作り的にも、まあ、よくできてるって感じだね、うん、こっちの方が全然クオリティ高くてピカピカなんだけど、確かに、こう見た感じね、これ長さが全然違う、そうだね、ここまで、うん、で、ブラックシリーズはここまで、ここまで全然違う、全然違うね、うん、はい、じゃあこれでつけてみるね、うん、
あ、ほら、赤の色が違うよね。見てわかると思うんですけど、こっちのアルティメット FX ライトセーバーの方は、うん、この LED の分割がわかる、うん、ボコボコしてるよね、なんか確かに。でも、ブラックシリーズはそれがない。うわー、リアルなライトセーバーになってる、うん、素晴らしい。当たった時の音やってみましょう。じゃあ、お願いします。あ、なるなる、うん、OK。 はい、ということで今回はスターウォーズブラックシリーズの、おー、食べるの食べた、今日ダースベイダーのライトセーバーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったんですけど、気に入ったなと思ってる方は、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。